曜日のゲーム、キックオフ最初のオフェンスは横浜、横浜川村には伊藤隆がついてバックスクリーンを使って回転これマーフィージュニアトロイシュート落ちる。さあ川村加速する、川村来た、オリバーか、もう一度横浜ボールです。ハイトッポパスで2回そしてゾーンですね。そうですね、間にオリバーですよね、富山の方も。川村背負った形で浮かせてきて、キング海からユトスへ、ユトス対マーフィー、ユトフはカイソットに入れて、うわユトフコーナー、キング海スリーポイント沈めてきました、はい、バイオレーションを今宇都が言っていました。川村です、川村が振ってスリーは、うわー決めた、上田ドライブユトフブロックショット。さあそして川村スピンムーブからユトフへ、ストップオリバーフィニッシュ、わー人がこう中心となった戦い方してますんで、うん、あったかいで回想もそうだ、おっと川村に通らずユートフスリーポイント、おっとボール川村、川村スリーポイント決まる、ユートフ対ウト、拾ったのがオリバースリーポイント杉浦、何回もドリブルをついて一人で1対1するだけじゃなくて、そうですね、今度は杉浦2本目、いやこれスペインピックアンドロールで中ハイソットへ、ハイソット、うわここは川村ハイソットへ、いやすごい、そうですね、ここもスペインか、スペインピックアンドロール、川村、うわー、そして川、おっと少しボールが暴れたが、ユトフのところが伊藤へ、ユトフシュート、田中2は落ちたがオリバーが拾ってそのシュートも落ちましたが